こんにちは。はい、今日、これどうしよう、私の入ってる、その次、次、あ、今日は55分いただいて、その御言葉を分かち合いと思うんですけど、準備したのはイスラエルの回復と世界宣教なんですね。で、世界宣教、19年ミャンマーで神様に本当に導かれて祝福だったんですけど、まあ、この最後の時代ね、イスラエルとちょっと神様からいろんな思いが与えられているので、それを御言葉からちょっと分かち合いたいなと思います。まあ、最初にね、まずは証しして、ちょっと私も救いの証とか、自分のことちょっと証ししてから、まあ、御言葉ちょっとシェアしたいなと思います。そうですね、私は、23歳の時、韓国で、まあ、23歳まで育てられて、まあ、大学卒業してもっと勉強したくて留学生として日本に来ました。23歳の時ですね。で、23歳の時に日本に来て、本当にその時はイエス様のこと全然知らなくて、ただ小さい時にCS に通ってたり、また親戚の中でおばさん一人がクリスチャンがいたので、ずっと祈られていたのはあったんですけど、で、23歳に本当に日本に留学生として最初楽しかったですね。もうワイワイ友達とね、もう6ヶ月間超幸せだったんですけど、学校通いながらバイトもやりながら、新しい世界で本当に全てが新鮮だったんですけど、ちょっとだんだん疲れてきて、まあ、文化の壁ともある、そういうものもあるし、また、家族も離れてるし、すごく寂しくなって、本当に東京ど真ん中で、もう本当に東京砂漠というのはこういうものかということをね、体験するようになりました。それでもう神様を知らないでいたもので、だんだん、まあ、なんていうか霊的にもすごく落ち込んできたと思うんですけど、だから本当にもう 3年目入ってからすごく暗くなって、もうあんまり笑わなくなったんですね。私小さい時に本当に笑い子だと思われるくらいすごくよく笑ってたんだけど、もうその時本当に人生もうなんていうか、ほとんど笑わなくなって、写真も見るともう今見るとめっちゃ暗い顔してるんですけど、で、まあなんていうか、学校その時は私は専攻は被服学科だったんですね。で、私作るの大好きで、まあ、その時ちょっと衣類産業すごく盛んだったので、ファッションデザイナーになりたいというね、すごい夢を持って日本に来ました。でも現実はね、すごく厳しくて、もう本当に競争社会ですね。みんなクラスでも、もうちょっと上手くなったら、もう先生が褒めたらみんながわーって言って、まあ、ちょっと気分が良くて友達の対応はいいんですけど、ちょっと評価されなかったらもう本当に落ち込んで、みんなもふーんと、そんな感じの世界で、先生のこの評価によってアップダウンがもう自分の価値が決められる、そういう世界で、私も長女ですごく父親厳しかったので、すごくこう指導者とかリーダーとか本当にその、権威者に対してすごく恐れがあったので、もう本当にそれによって自分の価値がもうアップダウンしてすごく辛かったんですね。それともう一つは、自分のそのなんていうか、まあ創造的なそのなんて世界でいろいろやっていくうちに、すごくこうインパクトというか、本当にそのエネルギーが欲しくて、その当時神様知らないから、やっぱりね、自分も知らないうちにちょっと暗闇のなんか関わりがあって、契約じゃないけど、そのパワーをもらって、ちょっとこうインパクト、なんかみんなに評価されたい、そういうので、ちょっとそういう、まあ、契約じゃないけど、その暗闇もあったので、それでみんなにちょっと褒められることあるかもしれないけど、パッとね。でもその後はなんか虚しくて、本当になんというかな、もっともっと自分は暗闇にこう引っ張られて、どんどんこうなんというかな、こう破壊されていくような、本当に力がこうなんていう、どんどん縛られていくような、そういう暗闇というか、本当に霊的に暗かったと思うんです。で、それでどんどん自分が愛されてないし、価値がないし、これがダメ、本当にすっごい低いイメージ、自分のセルフイメージを持ってて、すっごく自殺願望とか、本当にだからもう電車乗るたんびにね、本当にもうなんていうかな、ちょっとこういう感じでしたね。飛び込もうかな、まあ、そこまで考えたことあるぐらい本当に暗い時に、ちょうど95年に神戸に大きな地震があったんですね。もうそれで私はもう韓国は地震ないんですから、もう新しい世界なんです。もう1週間に何回も揺れて、もう本当に夜中はもうテレビでは毎日のように、東京にも大きなのが来る、もう大きな地震が来る、もう毎日のように、その95年当時すっごく それを見て、あ、私は明日もう生きていられるかなという、その死に対する恐怖がもう迫ってきたんですね。その時に
私は小さい時に通ってたその教会のことを急に思い出したんですね。それでクリスマスの時とかちょっと一時期だったんだけど、私は小さい時に家はもう本当に全くあのクリスチャンのホームでもなく、すごく空想が強いあのなんて町村の家だということで、1年に8回も法事をやって、もうそれが大嫌いだったんですね。私は小さいながらももうそういうしょうがなくてねやるんですけども、頭が痛くてそれを大嫌いで、でもその小さい時にちょうど大草原の小さな家が大好きで、まあちょうど韓国にもそれが流行ってね、毎週一番ゴールデンタイムにあの日曜日夜にそれを毎週放送して、それを見てすっごく楽しくて、暖かくて、そのアットホーム的な、それがもう理想的な、もうすごく暖かくて、でもう一つそこに出てくるその信仰の話とか、すごくなんか試練とか疫病とか、その本当に大変さの試練の中で信仰を持って乗り越えるのが、小さいながらもちょっとすごく感動的だったんですね。ああ神様存在に対してあの憧れるようになって、で、まあ、一時期あの引っ越しした時、ちょうど隣が教会だったので、あの小学校3年の時に私が最初行って、妹弟連れてね教会行ったことあるので、でもそれがもう長続きはしなかったんです。本当にその時期本当に神様の愛体験して、ちょうど95年私25歳頃なんですけども、死の恐怖やもう自分のこの人生に対して本当に生きる意味がない時に、ちょっとポロッと思ったのは、教会行ってみたい、その時幸せだったのに今本当に幸せじゃないっていう思いが自分の中にあったんです。それでそれを思って何ヶ月後に本当に留学生の友達の中でクリスチャンがいたんですね。それであの誘ってくれて、でちょうどその学校の中に毎週水曜日にその、まあ、サークルルームみたいなところで集会やってたんです。で私が最初にその部屋に入ったら、みんなが歓迎して、まあ少人数も 4,5 人ぐらいの、 あのなんか伝道師みたいな人がいて、なんか学生集まって 4,5 人ぐらい、留学生が主なんですけど、で私はね、君は愛されるため生まれた、その賛美をやってくれたんだけど、その時にね、もうその東京の砂漠でなんかオアシスみたいな、なんかうわーっと熱いものを感じて、これ何って思って、で彼らに教会誘われて、でも行きたいけど行けないものを自分の中の多分暗闇がもうすごく引っ張ったと思うんです。もうそれを3ヶ月間戦ってね、自分と行けない行きたい行けないけど、でもまあその毎週の水曜日は一応行けたんですけど、教会まで行くのが本当に戦いだったんですね。それでやっともうこれ以上我慢できない、もう行くと言って決めて、向こうには知らせないで自分の足で地図見ていたんです。でそれがちょうどなんか火曜日の賛美礼拝といって、まあ、留学生たちだけ、まあ、その時当時、韓国の宣教師が立ってた教会で、あの最初は留学生たちが主だったんですけど、本当に日本のリバイバルタイム、まあ、特に日本の若者が救われて献身して宣教師になりますようにと言って、本当にすごい涙で熱く祈る教会だったんで、最初はもう少人数だったんですけど、まあ、その主人が波長みたいなもんです。その彼らの祈り通りになったんですが、まあ、その後本当にその教会もリバイバルして、どんどん日本の、あの青年が救われ献身する教会になったんですけど、まあ、とにかくその私が行った時点で留学生がちょっと多かったんですね。でそれでもう賛美してるうちに、あの火曜日の夜の賛美礼拝だったんですね。で韓国語で賛美するから、私もあんまりよくわからないけども一生懸命賛美して歌詞を見ている、その、まあ、30分以上歌ったでしょうか。その中でなんかここにあるものがブワーッと出てきて、この喜びも、笑いがなくなった私の中でこの喜びがブワーッと出てきて、笑いが止まらなかったんですね。私ね、他の人は私は気違い女だと思うか、その心配で出てすごく落ち着かして、出てこの会場に入るとまたそれがもう我慢できない、もうそれでまた出て何回しましたね。それで自分、これはなんだ、神様存在否定できなかったんです。それで私ももう毎週のようにその教会に行くようになって、もう1年後には洗礼を受けたり献身して、またその教会、世界選挙のためにすごく祈る教会だったので、私も世界選挙のビジョンを与えられたんですけど、でその、当時その救われたというか、本当にその出会い、教会あの通ってイエス様と出会った後に、私の大きな変化はやっぱりこうなんていうか、人の目を気にするどころから解放だったんですね。学校行くのが前本当に辛かったんです。もう人とか気にして本当にもう辛いと思ったんだけども、そこから完全に解放されて、人の目を気にしない、本当そこからもちょっと自由になって楽になったんですね。それと作品が変わりました。もうイラストとか描くときにも、前は
もうちょっとするくらいもう暗闇というどんこうちょっとそういう怖い絵を描いてたんですね。もう本当に目とか見ると今も見るともうちょっと怖いぐらいなんかふっとそういう目だったんですけど、その後はもうカラーがねハッピーもう本当にパステルのもう幸せなカラーになって、本当に自分の喜びも表現するし、それを見る人も多分微笑むリラックスできるそういう絵に変わったんですね。だから私その時思ったのは、本当のクリエイターは神様、創造主、本当にこの天地を作り私を作ったこの創造主なる神様からそのエネルギーをもらって、そのパワーをもらって、自分が本当に喜んでそれを創造するときにはこれが喜びとして流れるし、本当にそれが自然で本当にそれ生かすんだということが分かったんですね。もうそれで楽しくて楽しくて、もうこのイエス様は大好きになったんですね。それで自分もその、まあ、以前はずっと24時間ほとんど世の音楽を聴いてもぐるぐるして、でも世の音楽ってあれですね、その時は綺麗なんですけど後で虚しさしか残らない、本当に深いところは満たされない。もうカラオケもよく行きましたけども、日本のねあの当時流行りの曲一生懸命も、でもその時綺麗で本当にもう感動するんだけど、本当にこう感性を刺激するんだけど満たすことはできる。後でもっと虚しくなったりね、私ももう酒も大勢でもワイワイして本当にもう友達もこう盛り上がったんですが、虚しさは本当に満たされることはなかったんだけど、本当にこの今度は24時間賛美をずっとなんか CD でずっとイヤホンでも聞くことになって、その賛美は本当に不思議と自分を生かす満たす深いところ本当に満たす喜びで満たす、本当にまた、ま、あのもし周りの誰も私を好きじゃなくても本当に捨てても神様は私は捨てないというその確信というか、本当にその平安というか、本当にこの創造主なる神様私に対する大きな計画あるんだということで、すごく私は本当にそこからね暗闇が考えたら、私は多分マクダラマリアのように多分いろんな悪霊に縛られてたと思うんです。そこからその新しいところにあの本当に主と出会って、まあ、その共同体によってね少しずつ少しずつ癒されて、だから私たちの私の最初の姿を知ってる人は私が変えられたことを見て本当にみんなびっくりしたぐらい本当に大きく変化した人だったんですね。だからまあなんていう普通に普通の平凡な人だったかもしれないけど、見えないところの暗闇をたくさん持ってたマクダラマリアのような私だったんですが、神様本当に私を熱く会ってくださって、で本当にその、ね、先生おっしゃったように泥沼から私を本当に引き上げてくださった主を感謝します。それでその教会は世界選挙のことをずっと祈ってたので、まあ、私も自然にね世界選挙本当にそのためにあの思いが与えられて、まあ、これは表現的、まあ、最初は日本のためにね、本当は私は卒業したらもうさっさと自分の家に帰りたかった国に帰りたかった、でもこの聖霊によってね本当に立ちされた時に日本を愛するようになりました。なぜかというと自分の姿本当に信じる前の本当にその暗闇で寂しくて虚しくて、それがね本当に日本の本当になんてノンクリスチャンの重なるんですね。ああだからだイエス様を知らないからだということで、本当にこの壁を乗り越えることができて、本当に、まあ、その教会その取りなし、日本のために、日本の罪が私の罪です、日本の救いのためにリバイバルのために選挙大国になるようにと祈った教会なので、本当に不思議とその聖霊によって私もその思いが与えられて変えられて、もしそれがなかったら私は絶対国際結婚ね日本人と結婚しなかったって思うんですけど、神様本当に日本に対する思い憐れみ、だから私本当に霊的なふるさと日本ですね。だからその壁を主が完全に聖霊の力によって崩してくださったんですね。でそれだけじゃなくて、でとちょうど当時に本当にこの日本のまあね群れも本当にあ楽しかったし、で最初その教団って本当は作って作って本当にあのもう嬉しかったんですね。でその後私もこの、ね、あのバイトの先にやっぱりマレーシアの友達とミャンマーの友達がいて大好きだったんです。彼ら本当にこう純粋な心でもイエス様知らない、だから何回も教会に伝道したり、もうその時はまさか私がミャンマーに行くと思わなかった、そのまま独身時代なんですけど、だからその世界に対して神様思いまたいてくださって、まあ、短期選挙行ったりね、そういういろんなことであのこうビジョンを与えてくださったんですけど、まあ、その当時、まあ、献身してその教会でスタッフやりながら、まあ、この話はね、まあ、独身の方とか若い者が多いので必ずねあの申し上げたいと思うんです。どうやって出会ったんですか、よく聞かれるんです。それであの私はねあのその、まあ、
グループの中で共同体の中で、まあ、特にその、スタッフ10人ぐらい弱だったんですけど、その中である方が大好きだったんですね。でその方と一緒に、ね、海外選挙行ったらどんなにいいんだろうと言って、もう2年ぐらいその思いでもずっとずっと祈ってたんですけど、もう彼は私のことあんまり好きじゃないで、そのスタッフなんか他の別の女性と結婚してしまった。もう私の彼好きなのはみんなが知られるぐらいだったので、私はもうがっくりして、本当はもう教会行くのも時々恥ずかしい思いもしたり、もう毎晩泣きましたね。でも私はダメですか、なんでダメでしょうかね、すごくこう自分が拒絶感とかね、それで辛かったんですけど、まあ私は多分世界、まあ東南アジアにビジョンがあったので、そこにいて彫りが深いハンサムな人と結婚するかなと思って、まあでももし与えられなくても従って徐々にします、この道行きますって、本当にもう自分をこう自我を叩きながら、自分のこうなんていうこうなんていうこう本当に握ったものを主がこう扱うすごい大事な時期だったんだ。その時は本当にへりくだったので、もうちょっと教会とか魂が大変な人はもう一緒に泣けるんです。もうその痛みがよくわかるんです。もうで主しかいません、私の恋人、私と旦那はイエス様ですね。その1年間は私の人生で一番イエス様に宝の時期だったんです。その時はもうデボーションとかするとものすごい語られる、もう神様、イエス様が本当に親しみで、私が共にいるから絶対諦めないで、私あなた選んだ、あなたは私のもの、私愛するし花嫁だよということを、もうそのもう本当になんていうかな、1年間に後で考えたら、その時にちょうど使徒行伝のデボーションをしたんですけど、多分深山に行くためのビジョンがその時かなり与えられたんじゃないかな。もう神様の言葉が甘くて甘くて、神様のこの愛があんまりもこう本当にこう分かる、本当に親しい、本当にイエス様私の花婿ですという、その告白も自然に出て、その時期は本当に暗か本当に大変だったんだけど、イエス様が私一番こう強めて、でまあよく私は最初クリスチャンになる25歳の時は結婚願望がなかったんですけど、やっぱりねクリスチャン本を見て本当に素晴らしいな、私もそういうクリスチャン家庭が作れたらなと思ってずっと祈って、まあ、好きな方もいたしいろいろねあったんですけど、結局そういう時期になった時に神様多分私に対するその偶像ですね、結婚に対するその こだわりをもう砕いてくださって、本当に神様がねもっと素晴らしい相手を合わせるためにねご主人1年間寝られた時期だったと思うんです。それで1年後に本当不思議とね、そのリーダーから、まあ、その教会リーダー、あなたねいつも選挙選挙言ってるし、ね、当時主人もすごく世界選挙夢があったのビジョンがあったので、2人どうですかと司法会があったその夜もう9時に司法会終わって、夜9時過ぎてロイヤルホストというねレストランで、ファミリーレストランで2人呼んで、先生ああまあいい話してみてねじゃねって言っちゃったんですね。で主人がもうその前もちょっとその共同体の中である姉妹と紹介されたけど、うまくいかなかったり合わなかったりしたので、まあ、この先生も私ともどうだろうなって、まあ、半信半疑で、でもまあちょっと喋ってみてという感じでさっと言ったので、私たち本当に事務的な話はしたけど、もう相手としてはあんまり考えたことはなかったので、もう主人は全く私予想外の人だったみたいで、待ってる間ね多分この姉妹かな 4,5 人考えてやってたみたいです、予想外の私が現れて、私も実はその2ヶ月前に先生にどうですかと言われて、まあ、あそういう選択肢もあるかなと思ってちょっと祈ってたので、まあ、私は知ってて言ったんですけどね。でそれで喋ってたら本当にもうお互いに知らない、事務的な話しかしたことない、 でも本当に不思議と選挙というこのコードで最後はですごく話がもうなんていうかな、実感があっという間で、私はねすごく性格がね好きな男性の中ではもう食事もできないくらいすっごく緊張するタイプなんですけど、主人の前では全然自然体と思うぐらい、もう本当になんて兄弟みたいな、本当にもうこれがアダムとやっぱ神様はねもう生まれる前からね備えてあったと思うんです。本当になんてそれで3時間あっという間でもう12時近くなって、もう帰らないと。でそれでその食堂出る時にはもう召喚写真も確信、もうこの人だっていうお互いにね、まあ、でもその後慎重にね付き合いしたりして、10ヶ月後にはもうその教会で結婚式を挙げるんですけど、で一番びっくりしたのは召喚した先生で、主人のところに行って何回も3回ぐらい確かめたそうです。本当に注いでいいの、本当に注いでいいの、あなたの好みじゃないでしょ主人がいいんですいいんですで
なんか私が好きな 3つの理由3個項目挙げなさい。1番目が付き合う時に神様にもっと向かう、なんか2番目が何だっけ分からないけど忘れて、3番目は可愛いからって言ったら、そのスタッフみんながプッパッと笑ってねとにかくもう盲目でしたね。私ももうその時は30歳でもうこれを逃すとチャンスないと思うぐらいね。でも本当に神様がね素晴らしい相手を当ててくださって、一番確信得たのはもうやっぱり選挙というその共通語というかね、一緒に行きたいねって言って、それでもあのめでたく結婚式を挙げて、その次の年にはユキが生まれるんですけど、その3ヶ月後ミャンマーの先生が来て、まあ主人が視察リサーチして戻ってきた時にはユキは5ヶ月の時に行きますね。でも本当のその時もユキがもう5ヶ月赤ちゃんで、もうちょっと日本でも私初めての子供でどう育つか育てるか分からないから、もうちょっと後じゃないですかといろんな思いもあったけど、多分その時行かなかったらもう一緒行けなかったと思います。でも本当にその時は神様の時って不思議ですね。もう門が開かれてプッシュされて、もう本当に蹴っ飛ばされるように本当にすごい勢いでも宮間に行けたんですけど、でも行ったら主は全部備えてくださって、もう導き共同体、本当にねあのいろんな大変の中でも本当にこれ自分たちの力で絶対できなかったなと思って、であの18年間であのもうちょっと証しをすると、まあねユキは、一番大変だった時は私ねユキが行って1年と9ヶ月の時になんか腫れ物が出てね、あの多分 BCG の副作用だとなんか言われたことがあるんです。こんなに膨らんじゃって、でもまあ日本だったらなんとか収まってたかもしれないけど、ここでも暑いから書いたりしてもすごくこう膨らんできて、どうしようと思って、まあ、それで1歳9ヶ月の時に手術をしたんですね。本当にもう母親としては心が裂かれる思い、もう私が代わりに手術したいぐらいね、もうその子を連れてね手術室に連れて行かれて、私はもう外でも泣きながらしようしようと、もう我慢できないぐらいね。であの、まあ、やっぱりちょっと傷つがね、日本とかだったらちょっとした傷でもう手術できたと思うんですけども、こんなでかい傷でボーンと未だに残っているので、ユキにはもうそれはイエス様の脇のね、あの裂かれた印みたいな、ね、神様がそのね、はぁってその時すごく心痛かったんです。でそれであのめっちゃ暑い時期なのに家ではもう来らないから、病院でちょっと1週間ぐらい入院してたらよかったのに、先生が2日でいいですよ、家でシャワーしてもいいですよ、変な処方なんか処方してくださって、もう帰ったらやっぱ産んできてね、もう俺は破れたりなんかもう、もう本当にそれでもうその後なんかそんな感じで、それがあの私としてすっごく心痛かったんで、多分でも本当に主が守ってくださってね。だからそういうユッキーはある面ではその調子としてね、本当にこう自分の意思じゃなくて、まあ、主権的にねその犠牲になった部分とかそういうのがあったので、まあ、それは神様の、 あの選びですね。それでそれが今本当に報われて、また主 の、 あの本当にそれ以上の報いがあると思います。で私は今日イスラエルの話をするんですけど、イスラエルは神様の長子の国として、自分たちの意思じゃなくて本当に神様はなぜか主権的に選ばれちゃったから、ね、選ばれたゆえに彼らが受けるその苦しみ、2倍愛されて、もう特別に愛されて、ゆえにその燃えるこうなんていうかな、神様のゼラシじゃないけど、そこで離れた時にはまた懲らしめも多くて、でも最初はその変わらない証明ですね、本当にその神様の変わらないそのなんて計画によってまた引き戻される、そのイスラエルの話で、私たちが本当にこの異邦人選挙に出て行ってミャンマーのチナデまで行ったんですけど、やっぱり今はそのマタイの24章に出てくる最後の時代だということをすごく思わされるんですね。で私たちが2016年に一回すごい大きな試練にあって戻されて、選挙団体からは出て、まあ、支援団体 の、 その 母体となっていったその選挙教会からも追い出される感じみたいになって、でその時にすごくどん底のこう落ち込んで、どん底に落ち込んで1年の中で、神様はやっぱりその時に不思議とその、まあ、ちょうどその時も香川でなぜかね導かれ、子どもたちはチャーチスクールに預けて、私たちも本当にどうしようと遠に暮れた時に、あの、まあ、近くの教会にその祈りの家を24時間にやってるところがあって、そこに導かれて、私もすっごくもうどうしますか、もしよう明日どうしますか、すっごく真っ暗な中だったので、もう何でもすがりたい思いで、でも神様その時に
もう目を覚ましなさい、私が来るその時期は近いんだよということで、本当にね、私をこう、ね、霊的な眠りからいろんなこの厳しい環境だったんだけど、それを揺さぶってくださった時だったんですね。でその時にイスラエルに対する思いも与えられて、本当に主がいろんな面でこう開いてくださって、それで私も、まあ、その時ちょうどあの長澤先生とかね、あの祈りのこのことで本当にこう抗議してくださって、私もその時目が覚めて、で最後コーリングした時前にいて、はい捧げます、もう祈りを用いてください、で私ミャンマーでこれ必ずやろうと思ってミャンマーに行って、まあ、24時間までじゃないけど、まあ、朝昼晩ダニエルの3回祈りじゃないけど、それに本当に自分ができる限り専念しようと思ったら、これがですね、今までかつてなかった選挙のこの進み具合を神様がなしてくださったんですね。もう開拓で教会では、まあ、あと主人が写真で詳しく説明すると思うんですけど、もう開拓が与えられて、もう本当に救われる、もう3年間で39人が、まあ、現地の牧師先生と一緒にやってたんですけど、もう39人が救われ、勇気は献身するし、本当にもう聖霊の油注がれて、もうトトトトト、もう本当にもうすごいこの神様の宣教の進み具合で、私よりも私たちよりも聖霊様ご自身がこの宣教を導いてくださってる、また主がもう急いでることが本当に肌で感じられる、本当にその3年間だったんですけど、やっぱり神様が私に対してもいろんな思いと本当に祝福、霊的な素晴らしい油注ぎを与えてくださったんですけど、やっぱりこう自分の中にこう肉との戦いとか、あと傲慢な心とか、またこう今日ね、魚以外はさばいちゃダメと先生がおっしゃってびっくり、私たちも お笑いしたんですけど、私もちょっとね、そういうなんかこう裁く罪とかね、本当にそういろんな罪によって神様もう一回私をね、こう引き戻して、なんとあの2019年にはがんの3期見つかったんですね。ミャンマーでは検査はしたんだけど、その施設がちょっとあまり良くないので見つからなかったのが、もう見つかった時に遅かったんですね。で日本、あの私の実家韓国に急に戻ってね、あの見たらなんと3期になって、それでもう急いで手術と、あのなんだっけ、抗がん剤の治療やって、もう家族と5ヶ月間離れ離れになって、でもその時にいろんなこの癒しの先生とかの本当に体験、神様導きによって本当に今はもう完全に癒されてるんですね。2年半過ぎて今はもうあの 再発とか転移もないので、本当に主に感謝します。でこの時もまた大切な時期で、私がもう本当にもう一回蹴り下って、私の肉をもう徹底的に神様がね打ち砕いて、本当に神様に用いられるための恵みの時だと思う。それがなかったら私多分もう傲慢でね、どうなったかわからないぐらい、またこれも変えてみたら神様すべてを益としてくださって、また本当にどんな状況の中でもまた復活させる、また本当に全能のある神様の力、癒しの力と、本当に主は本当に愛するものを絶対捨てないで、また本当に愛するものを懲らしめるんだけど、そこからまたね再びもっと用いてくださる、準備してくださる、その主のまた恵みを、本当に恵みしかないですね。で私はまたこの、まあ、シーズンですね、香川に来て1年半になってるんですけど、まあ、あのですね、今年特別に神様から本当にこの外に出ていくことを神様が示されて、もう実際にねそれを決めて祈ってたら、もう実際にねこういうふうな道も開かれて、先生も本当にこうぜひ来てください、家族で来てくださいということで、私も決心して来ることができて、この北海道に来たら、なんという素晴らしい恵み、本当にこの地を踏んでみて分かる神様のその次々一歩のこの導きが本当にちょっと見えてきたような気がして、すごい新しいビジョンと、本当に昨日もですね、そのある教会に訪問して思ったのは、神の御国、本当に神の家族はどこ行っても本当にイエス・キリストの名前によって一つになれるんだということで、ここが私の神の家族だって、ここでも会えた、今日も会えたんですね。だからこの神の家族ってありがたいな、本当に今日会っても本当にずっと会ってた感じがして、私北海道12年ぶりなんですけど、先生方がね美山に2回も来てくださって、その時良い交わりしてたんですけど、今日会ったらまたねもうずっと会ってた感じがして、これが神の家族だなって。で今日は入学式、もう自分の人生の入学式みたいな感じで、神様新しいシーズン、新しい本当にこの領域に入るための自分の入学式な感じがして、私もすごく感動的だったんですけど、もうここにいる一人と選ばれて、主の
素晴らしい計画と本当にその人生においているそのもう神様良い方ですね。本当にそれを思い存分明かしする人一人々となると信じます。で本当は私が準備したのはこのイスラエルのことだったんですけど、ね、まあざっと一応御言葉を見てイスラエルの回復と、ね、世界選挙をやってるうちに、あ、世界選挙、異邦人に対する世界選挙とイスラエルワンセットなんだ、この両輪のように最後の時代はこれによって世界選挙が完成されるし、神の教会ワンニューメンですね、一人新しい一人の人、神様のキングダムはこれで完成されるんだということをすごく示されて、神様ね本当にこの最後に時代に向かうね、この世界選挙に対するこのイスラエルの回復は大きな鍵でもあるし、神様のサインでもあるし、本当に神様の時計のようなものだということをすごく示されて、はい、それをちょっと御言葉に持ってちょっと分かち合いたいと思います。まあ、詩編ですね、122編の6説を見ると、エルサレムの平和のために祈れ、あなたを愛する人々が安らかであるように、本当に祈って本当に彼らを祝福するものをどんなに神様が祝福してくださるのかって、まあ、創世記もありますね。アブラームに対してあなたは、まあ、これを本当にどなたかがちょっと御言葉をざーっと読んでくださったら感謝します。はい、どなたか、はい、お願いします。エルサレムの平和のために祈れ、あなたを愛する人々が安らかであるように。その後も、主はアブラムに言われた、あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい、そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする、あなたは祝福となりなさい、私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う、地のすべての部族はあなたによって祝福される。これすごいですね。このアブラハムを選んで神様を祝福した言葉なんですけど、本当にアブラハムの子孫を通して大いなる国民として本当に祝福する、またあなたを祝福する者を祝福して呪う者を呪うと、まあ、これ第一番目の意味ですね。まあ、アブラハムとしてイサク、まあ、その子供ヤコブを選ばれて十二部族、ね、子供たちによって、でもこの系図を通してイエスキリスト、ダビデの王様、まず次にはイエスキリストが生まれるわけなんですけど、この本当にアブラムという一人を選んで神様がね、アブラムを通してイスラエルをね、その民族を成して、またそれを全世界のオールネーションズですね、全世界を祝福する器として王なる最初の民族としてイスラエル選んでくださったんですね。だからこの選び、だから、まあ、第一番目の意味は彼らイスラエルを祝福するものを神様を祝福する、泥物を呪われる、まあ、私たちはイエス・キリストにあって霊的なこのアブラムの子孫となってね、接ぎ木されたものなんですけど、まあ、2番目、次の意味としてはクリスチャンである私たちを祝福するもの、神様を祝福して私たちを呪う者を呪われる、まあ、そういう意味とも受けることができると思いますね。でマタイの一章一節を見ると、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図といって、これ見るだけでね、メシアニック図というか、本当にこのイスラエルのユダヤ人の中でイエス様を信じるというメシアニック中というんですけど、彼らの中でイエス様を信じる人がいるんです。なぜかというと、彼らはダビデの王を通して、アブラム子孫を通してダビデを通してメシアが来ると本当にずっとずっと待ってた、本当に彼らがこのマタイの一章を読んでズラリレイと読んでいる時に、あ、キリストは約束された長寿のこのメシアであるということをもう本当に分かって、涙でもう震える思いで救われる人がいるそうです。そのぐらいこれは本当に意味があって、でペンテコステの日に本当に聖霊が下って、120人集まった時に本当に聖霊が下って最初の教会が始まるんですけど、10年間ぐらいですね、コルネリオ家族が使徒ペテロによって救われる前のその10年間は本当ユダヤ人ばっかりだったんです、初代教会。でもそこから10年ぐらい経った時に、そのコルネリウスのその家族を通して異邦人宣教がね広がるんで始まるんです。でももうあと本当にどん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 もっと異邦人が祝福されてねでいくんですけど、こう見ると使徒教伝の21章の20節を見ると、ユダヤ人の中で信仰に入っている人が何万となくいますが、みんな立法に熱心な人たち、もうこれイエス様を信じている信仰に入っているユダヤ人なんですけど、なんか、当時イスラエルの人口は100万くらいだそうですね。その中で何万となってたら、まあ何パーセントぐらいですね、まあ、10% 以下かな。でもその数もかなり少なくない数だと思います。だから当時
その大きな初代教会のリバイバルね、その中で彼らはやっぱり御言葉ですね、本当に福音と御言葉を大事に大事に大事にして、私たちに本当に異邦人にバトンタッチして命かけてね、その福音を伝えてくださった。十二弟子もほとんど殉教を通してね、本当にその異邦人に、私たちに尊いその福音をバトンタッチしてくださった、本当に私がその恩を受けている者たちですね。で、次これ長子、今日ユキの長子の話をしたんですけど、本当にこれ民数記を読んでみると、これもちょっとお願いします。民数記3-13、長子はすべて私のものだからである。エジプトの地で私がすべての長子を打った日に、私は人から家畜に至るまでイスラエルの地のすべての長子を私のものとして性別した。彼らは私のものである、私は主である。長子ですね、これはまあ代表性というんでしょうか、本当に神様の優先して本当にそのまあ代表としてね。で、例えばアダムがね、人類の代表として選ばれました。それでエデンに祝福され住まわれたんだけど、まあ、失敗して、まあ、それを回復するために2番目のアダムであるイエス様が来られて、それを完全に回復してくださるんですけど、まあ、アダムは失敗した、ね、その長子だったんですけど、イエス様は完全な長子の模範ですね、王なる祭司長として来てくださって、本当に人類の全て の, その失敗を回復しただけじゃなくて、本当にこのイスラエルをね、本当にメシアとして祝福する、本当にこのイエス様は代表とする、うん、もう完全な模範的な長子です。でもイスラエルの国はやっぱりこの、まあ、失敗もあったり彼らの罪もあったんですけど、まあ、このイスラエル国というのも全ての民族の中で長子の役割ですね。ね、ユキがなんで自分は長子で生まれて、ね、大変な時代に宮間連れて行かれて、もういろんな病気やなんかの命にね、そのような多分知らないままで神様の主権的な選びですね、それを通して何かの神様の計画流れたように、この全ての異邦、もう本当に全てのオールネーションですね、全ての民族を神様祝福するため、なぜかそのイスラエルを代表としてアダムのような存在として、で彼らの祝福と彼らの本当にこの神様の役割使命によって、実は全ての民族が祝福を受けるために、まずそれを清い器として選んだんですね。でそれをこう考えたときに、やっぱりイスラエルを神様なぜか、まあ、これは偏愛とかそれじゃなくて主権的な神様のやっぱり方法なんですね。不思議な神様は勇気を長子としてうちの家に与えてくださった、それは分からない、私たちも分からない神様の本当に本当に不思議な選びと、本当にその何、ね、というかな、摂理のようにイスラエルをなぜか選んで、彼自身が嫌だったかもしれない。なんで私たちがね、神様選ばれてこんな国から迫害されて、本当にもう本当にね、ホロコストはすごいですね。600万人が虐殺される。本当に国々からね、いろんな苦しみがあって、まあそういう中で、はい、今日はね、ロマン書にちょっと少し触れたいと思うんですけど、ロマン書11章ですね。ここで11節12節をちょっと読んでいただいて。ローマ11章11節12節、それでは尋ねますが、彼らがつまずいたのは倒れるためでしょうか。決してそんなことはありません。かえって彼らの背きによって救いが異邦人に及び、イスラエルに妬みを起こさせました。彼らの背きが世界の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるのなら、彼らがみんな救われることがはどんなに素晴らしいものをもたらすことでしょう。ありがとうございます。彼らの背きです、まあ、ある程度のね、本当にあるユダヤ人がイエス様本当に救い主として救われて、本当にこの初代教会の本当に土台となったんですけど、多くのユダヤ人はイエス様を拒んで、不従順のように本当に、ね、イエス様を拒んだんですね。そのゆえに、その福音が異邦人に向かって、私たちにその本当にその福音の本当にその、ね、宣教が進んだのは、この御言葉を見ると、彼らの背きによって救いが異邦人、私たちに及んだと、ね、パウロは言ってますね。それで、彼らの背きが結局私たち異邦人である世界の富となったならば、彼らの回復ですね、彼らの本当にその救われること、祝福はどんなに素晴らしいものをもたらすでしょうという、ね、言葉ですね。で実際にね、私もこれはまあこれを
って調べて聞かれた。びっくりしました。でこれはね、イスラエルの回復は世界のリバイバルにつながっているということでね、これを見るとですね、19世紀末、聖書の約束に基づき、ユダヤ人がヨーロッパからイスラエルの地に戻ろうとする、シオニズムが始まった時に世界選挙の運動が始まったと。それと本当にほぼ同じ時期に本当にこの世界の選挙が始まって、ヨーロッパとか本当にそのヨーロッパからね、本当にこのアメリカに、またアジアに、アフリカに本当に選挙が、世界選挙が始まったんですね。それに20世紀初め頃はユダヤ人がイスラエルの地に戻り始めた時に、アメリカではアズサストリートでリバイバルが起きた。本当にそのいるイスラエルが本当に少しずつ少しずつ回復していくたんびに、本当にこの世界の教会はすごいこのシーズンに入っていくんですね。で世界に本当精霊、強いもの精霊 の働きが与えら始まり、また次見ると第二世界大戦後に48年、1948年に2000年国がなかったんです。考えたら100年、200年、300年じゃないです。本当に多分全部国がなくなったら、もう全世界に散らばったらもう混ぜちゃって民族も何もなくなると思うんですけど、彼らは2000年間の間、彼らのそのアイデンティティですね、本当にそれを保ち続き、また御言葉を大事に大事に彼らが本当にこう保って、でそれで2000年、本当に不思議とその、ね、預言書の御言葉がもういきなり確実に成就されて、イスラエルの国がね、だからそのイスラエルがなる前ではみんなは聖書を読んでもイスラエルって、あ、国がない、多分それは私たちのことだろう、クリスチャンのことだろうと思って、それがもう1948年まではイスラエル国に対して国はないんですもん。なのにこれが急にそれができて、あ、聖書の言葉が完全に預言が成就されたというね、素晴らしい、もうこれはね、奇跡中奇跡で、ね、まあこれを通して神様が、ね、最後の時代が本当に近づいたこともここからね、あら証ししていると思うんです。多くの国が独立して、独立する祝福と、またその最後には1967年に6日戦争を通してエルサレムですね、そのまでエルサレムが本当にヨルダンかな、他の国が占領してたんです。これがイスラエルの領土として回復した時に、アメリカでジーザスムーブメントが起こり、多くの若者ユダヤ人が救われたんですね。特にヒッピー族とか、その中ですごいこれ若者の中で大きなリバイバルと救いが、で今のメシアニック中の先生方の本当にリーダーです。今本当にこの時期にも多くの方が救われたそうです。それで私たちが美山にも出会いました。ユキが通ってた聖書学10ヶ月コースのその学校の、まあ、学院長ですかね、一番アメリカの宣教師なんですけど、彼らのご夫妻もやっぱりこの時期にジーザスムーブメントによって救われて、奥さんがなんとユダヤ人だったんですね、まあマノラ先生ですけどね、マノラ、あの職だ、ね、あのこの、ね、マノラですね、その先生もう本当に夫婦で、まさにこの時に救われて、で世界選挙にフィリピンで用いられ、ミャンマーまで世界選挙で本当に尊く用いられる先生なんですね。はい、それでローマのも11章13節から24節、これまあちょっと長くて今日はちょっと飛ばしたいと思います。まあ、この絵でちょっとざっと説明させていただきます。これを見るとね、もともと私たちは本家じゃなかったんですね、本当に野生のオリブ木だったんですけど、彼らが本当に不信仰によって、ね、折り取られたその、ね、木に私たちは接ぎ木されて、本当は本家じゃなかったのに、ね、恵みによって、また彼らの背きによって、私たちもその福音のね、祝福によって救いが異邦人に、ね、受けられ、私たちこの恩恵に預かって、でその、ね、根っこから本当にその養分を吸って、本当にその祝福と恵みと本当に命を、ね、でこれだから誇ることありませんよ、むしろ主を恐れなさい。でイスラエルのね、その不従順であった彼らがこう厳しさによってね、おられたんですが、私たちは慈しみの中にとどまっていなければ私たちも切り取られますという、本当にその恐れ、主に対するその節理の中で恐れを、でもこの本家であったイスラエルたちが本当に回復する時は、神様はもう本当にたやすくそれを回復することができますよ、その時が今近づいていますよということで、まあ、特にですね、次ですね、25節をちょっと読みますと、兄弟たち、あなた方が自分の
自分を知恵のあるものと考えないようにするためにこの奥義を知らずに行ってほしくありません。イスラエルの人の一部が固くなになったのは異邦人の満ちる時が来るまでであり、ここがちょっと今日のポイントだと思うんですけど、この異邦人の満ちる時が来るまで、まあ、全員が救われるんじゃないけど神様の本当に選びによってあるの数があると思うんです。それがもう今本当にもう最後にの少しずつこうなんというかな、こう本当に満ちる時は近いなと思います。今ねコロナで世界、まあ韓国の世界選挙一番選挙士送り出している国はまあ2番目韓国なんですけど、今8割以上が戻ってるんです。で今また行けないんですね。本当にそういう中で神様は今本当になんていうの、マタイの24章の最後の時ね、戦争の噂があったり疫病だったり本当にこういろんなね本当に最後のサインがいっぱいあるんですけど、もう最後が近づいてますよ、神様の時計は今本当に最後に向かってますよ、皆さん目を覚ましましょうという、そういう本当にその神様のサインだと思うんですね。でそれと同時にその時にイスラエルの回復も今本当にこう加速しています。で最後にこうアリアといって御国にイスラエルに戻る数が今どんどん、まあ、ウクライナ戦争今大変なニュースになっているんですけど、なんとそのもう悲惨なその戦争の背後には神様働いておられるんです。なぜかというと今はもう毎日のように200人以上の本当にウクライナに住んでいたユダヤ人がイスラエルにアリアしているそうです。なぜかというと今までウクライナ気心地よくてもう絶対ここから離れないと思ってた彼らがこの戦争によってもうお尻叩かれて、もう自分の母国に母国にともう毎日のように今ね本当に戻っている、本当この背後に神様のね素晴らしい御業もなされているんですね。で世界選挙ですね。なぜ宣教師が、まあね、主人がその主に異邦人の話、異邦人の宣教に対して本当に、語ると思うんですけど、なぜ世界地の果てまで出ていくのか、それは御国のこの福音は全世界に述べ伝えられて全ての民族に明かしされそれから終わりが来ます。まあ、全員が信じるんじゃなくても全ての民族に明かしされてからそれから終わりが来ます。今ね聞いた話なんですけど、ウィクリップとかも本当に全世界の全ての部族の言葉でね聖書を翻訳したりするんですけど、今特になんか翻訳機 Google の翻訳機とかすごく発達してるのですごいその進み具合が以前と違ってもうどんどん早まってるそうです。それで IT 産業の本当にその祝福で、以前はもうムスリムの奥深くまで福音が届くことが難しかったの、今はもうスマホ一つで福音がどんどんそのもう本当に壁を越えて奥の奥まで今届いているそういう時代だそうです。だから本当にこの、全ての、ね、民族に明かしされてからそれから最後決まる、これ本当に近いと思います。それともう一つのこの両輪のようなワンセットですね、イスラエルの回復です。世界の宣教とイスラエルの回復両輪のように最後の神様のキングダムの完成のためにこう言っている、このまあ御言葉はですねマタイの23章の39節なんですけど、祝福あれ主の御名によって来られる方にとお前たちが言う時が来るまで決してお前たちは私を見ることがないとイエス様がユダヤ人におっしゃった言葉なんですね。だからそのイスラエルの回復、彼らがイエス様を本当にメシアとして、もうここ私唯一にできるヘブライ語なんです、バルカバーベシェンアドナイ、もう主の御名で来る方祝福あれ、彼らが本当に主を呼び待ち望む時にその最後の時代、だから本当にこの最後のさっきの御言葉ね、マタイの24章の14節とこの御言葉、この両輪のような最後の完成再臨に向かっていく言葉だと思います。次はエドワー、イスラエルの建国される100年前からジョナサン・エドワーズとかチャールズ・スポールズみたいな主の本当に素晴らしいしもべたちは、もうこれはイスラエルの国ができる前なんですね。それでもユダヤ人が回復するまで教会の完成は決してないと主張したそうです。素晴らしいですね。その当時は教会なんてイスラエルまだできてない、でもその100年後に実際にね彼らのね予言というか本当にその前もって本当に予言したようにまた御言葉の成就がイスラエル建国になるんですね。
それで新しい人一人の人その、まあ、これはね、以前は私はね韓国人と日本人の壁をイエス様がね2つのものを一つにして私はの家族をね夫婦を一つにしてくださったとよく明かしてたんですけど、まあ、その意味もあるかもしれないです。この本当の背後の意味はこのユダヤ人と、ね、私たち異邦人が一つになる、そのために本当にその壁をイエス様が本当に砕いてくださる、2つのものを一つにしてくださる、この最後の教会の完成は本当にこのイエス様の血潮によって本当にイエス様の十字架によって一つになるんだというその言葉ですね。それでまあ不思議とね私はこのイスラエルにどん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 はまりつつで主人がまた異邦人の選挙に本当にその完成に向かって頑張ってるんですけど、だからたまに意見が違う時があるんですよ。でその時に私が与えられたこの御言葉、やっぱり夫婦の中でもちょっとビジョンとか方向が違ってもイエス様この壁も崩して一つにしてくださって、本当にね再臨に向かって主が用いてくださるんだ、一つを一つにしてくださるんだということで本当にアメンと受け取ることができました。感謝します。はい、それでここでメシアニック10なんですけど、今ね全世界の中でですユダヤ人1006万人の中で31万ぐらいですね、 1.9% で、イスラエル本土に今住んでいる中では630の中で3万人、これは実際にイスラエル宣教師たちに聞いた話なので合ってると思います。それでさっきも言ったように獣医師エージェンシーというそのアリアを本当にその、見越する選挙団体なんですけど、今2020年ねコロナの中でも USA アメリカフランスウクライナロシアとかも例えば USA20 2020年だけでも1年の中で USA からは3043人、フランスからは2537人、ウクライナからは2993人、今はもっとウクライナからもどん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 だと思うんですけど、ロシアから6700人ぐらいが毎年ありやして、これはもう本当にこれも最後のね本当に彼らが自分の本堂に戻ってくる、本当にこれも御言葉の成就なんですね。それで神様の時計は早まって、イチジクの木から教訓を学びなさい、枝が柔らかになって葉が出てくる、夏が近いことが分かります。本当にイスラエルは夏が最後の夏です。そうですね、私たちは春夏秋冬、これは日本の、ね、季節なんですが、彼イスラエルは夏が最後の時期、ね、その後新年始まって刈り祭りから新年に入るラッパ祭りとかね、だからその夏っていうのは本当最後の時なんです、季節なんですね。だからイエス様がね戸口に立てるのを知りなさい、まあ、これにマタイの24章のいろんなサインを通して今はまさに最後の時代だっていうことねなんですね。で取り消されない神様の証明ですね、これもちょっと読んでいただいたらと思います。はい、お願いします。はい、ローマ11-28-29、彼らは福音に関して言えばあなた方のゆえに神に敵対しているものですが、選びに関して言えば父祖たちのゆえに神に愛されているものです。神の賜物と証明は取り消されることがないからです。これをちょっとねここで、ね、彼らは福音に関してはあなた方のゆえに、これがちょっと今日のこの御言葉でキーだと思うんです。あなた方のゆえに、あなた方の異邦人である私たちのゆえに彼らは神から敵対された、まあ、これちょっとねイエス様の十字架にちょっと取り替えると、イエス様が私たちの救いのために捨てられ神から離され読みに下らせ、本当にそのなんていう神様の何かの主権の本当にゆえに本当にこう拒絶されたイエス様のように、彼らは私たちのゆえに異邦人である私たちの祝福救いのゆえに彼らは本当に神様からね敵対されたんですね。もしちょっと考えてみると、もしそのイエス様が来て2000年前イスラエルの民たちが歓迎してイエス様を本当に受け入れて、まあ、一部だけじゃなくて多くのユダヤ人が受け入れて、もう十字架につけられないで本当に私たちの王です受け入れられたらどうなったでしょうか。イエス様の全人類を贖う十字架の事件がなかったかもしれません。それによって異邦人に本当に福音が行くこともなかったかもしれません。でも不思議と神様はイエス様を十字架に犠牲した、本当に突き放されて本当にねずたずたさせたその神様の主権的な犠牲をなさったイエス様は、神様ね、なぜかイスラエルのその主権的なイスラエルを犠牲にしてその祝福を異邦人である私たちに本当に
解き放してくださったんですね。そのゆえに私たちは救われ、この福音を受け入れることができました。なのにですね、私たちはイスラエル、本当に多くの歴史の中でイスラエルを迫害して、ドイツが600万人を虐殺するとき、彼らは第一のクリスチャン国家だったんですね。イエス様の名を使って彼らを迫害して殺して、本当にした、そのまあクリスチャンの間違ったね、その歴史があるんです。だから今の最後のこの再臨を向かっている私たちは、その彼らの痛みを受け入れて、本当に悔い改めて、また彼らを取りなして、最後のこの再臨に向かって、一つの教会の完成に向かって、私たちはこれ本当にイスラエルを本当に祝福して、まだ実際に出ていて、今ですね、まあ、3月からなんと国がオープンしたんですね。イスラエルがなんか、ワクチンパスですごくもう接種率も高かったんですけど、やっぱりそれでもオミクロンがもうすごい広まってしまったので、まあ、そういうのは意味ないということで、イスラエルそれを廃止して PCR 検査だけで今入れるんですね。それで、まあ、なんと私も病気の時にずっと神様に、私のこのがんが治ったイスラエルに行きます、イスラエルをその血を踏ませてください、そこに主のため祈ります、その血を祝福したいですっていう、もうずっと念願だったんですけど、だから 今度夏休みにはちょっと思い切り、ちょっと今門が開かれている時、もういつ閉じられるか分からないので行きたいと思います。でユキも行きたいって言ったので祈ってください。ぜひそのイスラエル行って祝福していきたいと思います。本当に皆さん、最後にお祈りして終わりしたいと思います。感謝します。この日本は本当に殉教の血がたくさん流された地です。本当に戦国時代から本当にイエス様を信じる、それだけで本当に多くの血がこの国に血が流されました。神様、それを本当に無駄にしないです。それ全部覚えて、今この時日本を最後のこの世界選挙のために最後のカードとして残した、本当にこと感謝します。夕方農園に雇われた、その後で雇われた民のように、でも神様ちゃんと同じ報い、同じ祝福をこの日本に対して備えて、まあ、最後の世界選挙のためにこの最後のカードとして備えている、本当にこのだから今日本に本当に精霊が注がれ、若者たちが本当に立ち上がっています。これはその最後の時代にしか用いるため、侍のように本当に強い勇士として主が用いてくださること感謝します。日本の地は特別に愛され、特別に祝福された地であること感謝します。特にここに選ばれた一人一人の人生は、ものすごい神様の素晴らしい主のご計画の中で全てが成就され、全て妨害から守られること感謝します、祝福します。本当に一人一人どんなに高価で尊いものか、主に本当に感謝します。また主にある兄弟姉妹であること、神の家族であること感謝します。一人の戦いじゃなく共に戦えること感謝します。家族が与えられていること、お互いに本当に慰め合い、本当にその荷物を一緒に担って本当に祝福していくことを感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。ありがとうございました。